レオナルド・ディカプリオ主演の映画ブラッド・ダイヤモンド。舞台は内戦が悪化するアフリカ・シエラレオネ共和国。反政府勢力が武器を調達する際の資金源は現地で採掘され闇ルートで出回る通称血塗られたダイヤモンド。この映画は事実をもとに血塗られたダイヤをめぐって壮絶な死闘が繰り広げられる物語だが、今度は忌まわしいダイヤをめぐり現実の法廷でスーパーモデルとハリウッド女優がぶつかり合うことに。オランダの国際戦犯法廷に証人として出廷したのはスーパーモデルナオミ・キャンベル。シエラレオネの内戦で戦争犯罪の容疑がかけられているリベリア元大統領チャールズ・テイラー被告から血塗られたダイヤをプレゼントされたことについて証言を求められた。誰からの贈り物かわからないというナオミの証言を覆したのはハリウッド大女優ミア・ファロー。ナオミはテイラー被告からの贈り物だと話していたことを証言。この裁判、判決は来年の8月頃となる予定だ。専業主婦の直子さんに悲劇が襲ったのは今から17年前。当時彼女はパソコンの習得に励む一方、通勤中は本を読むことでストレスを解消していました。しかし次第に目の疲れを感じるように。それから4年後、いつものようにパソコンで作業をしていると、なぜか文章の同じ行を繰り返し読んでしまう。やがて彼女は激しいめまいや後頭部のズキズキとした痛み、強烈な吐き気に襲われるように。果たして彼女を悩ますさまざまな症状の本当の原因とは。最近あなたの目疲れていませんか？近くのものを長時間見続けることはありませんか？もしかして隠れ斜視かもしれません。そのまま放っておくと大変なことになりますよ。あなたは性生活を楽しんでいますか？これはおしゃれで楽しくためになる女性のための性の番組です。あなたの悩みに答えます。女性の味方、山田邦子。豊富な女性経験から性を語るカリスマ AV 男優加藤隆。専門的かつ大胆なアドバイスを提供、産婦人科医北村邦子。この3人がパーフェクトなセックスライフをあなたに提供します。帰ってきたパーフェクトエッチスペシャル。